どうも、柴です。今日はですね、この GoPro Hero 7買ったんですよ。みんな今流行ってるでしょ、これ。これで、どんな画質かね、気になると思うんですよ。外で撮ったらね、大概綺麗に映る。けどね、これ、店内で、これで食レポしたら、どんな風な映画撮れるんかなと思って。これでめちゃめちゃ良かった。もうめっちゃ楽じゃないですか。食レポもこれ持っていくだけやから。ね、カメラ一眼もいらんし、机の上、狭くもなれへんし。だからね、これで今日は撮ってみたいと思います。ということで、今日はビッグジョーのステーキを食べたいと思います。ということで、行くぜ。僕着いたんね、10時半ぐらいやってんけど、10時半ですでにね、人がおった。めっちゃ並んでる。ファミレスでこんな並ぶなんて、超人気店。絶対お得なランチがあんねんね。開いた。何が有名？やっぱり日替わりちゃん、あんだけ並ぶっていうか、お昼のおすすめ日替わりランチ。あ、こんなん日替わりやわ。日替わり行こうよ。え、数量限定な。書いてあるな。どこ？あ、ほんまやな。頼もう。だからみんな並んでてんやん。お伺いいたします。日替わりランチ、はい、2つ。ありがとうございます。ライスかパンが選んでいただきます。ライスで、はい、じゃライス5000円プラスで大盛りもできますが、いかがですか？お願いします。はい、お一つで。あと生ビール、はい、レギュラーでいただきます。はい、じゃあお一つ。お一つです。はい。あとね、食後用飲み物がセットになっておりますので、食後ドリンクの中から選びます。はい、ウーロン茶で。アイスコーヒー。はい、ウーロン茶とアイスコーヒー。以上でよろしいですか？はい、はい、みんな日替わりでしょ。ステーキ、ステーキ。これが千何ぼでステーキやって、でスープとかついて、でさらにワンドリンクついて、それはみんな並ぶで。数量限定やからね。なんであんな並んでんのかなと思った。僕、数量限定やん、ね、だから11時開店やけど、みんな並んで多分日替わりランチ行ってるんです。スープが来ました。なんか今日スープ違うね、いつもと。違う、ランチは違うね。いただきます。玉ねぎが あのブロックみたいな感じで入ってる。玉ねぎ、これ大根じゃない？大根か、大根か。どっち？いただきます。おいしい。大根だね。大根でめっちゃ温まる。このさ、この上に浮いてるこれが多分オニオンやな、うん。これがすごいアクセントになって美味しいです。うん、いやー、ランチもいいですね。美味しい。最高。めっちゃ焼いてる。めっちゃ焼いてんで。めっちゃ美味しそう。あ、すごいね。結構ね、ステーキ大きい。これビール頼まんかったらすごいお得やるのにな。ビール頼んでもお得やん。あ、ではではいただきます。乾杯で。ガンガン乾杯。いただきます。どれどれ。あ、いい感じのお肉ちゃん。いただきます。うまっ、うまっ。これ何？バターだよね。おー、ぬり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 。いただきます。うまっ。これね、ただのバターじゃない、ガーリックバターです。めっちゃ美味しい。たまらんで、これ乗っけて食べたら、うん、お、このポテトめっちゃ美味しい。味付けがいいね。いつものノリでお肉をどんどん食べると、お肉とご飯の分量間違えた。ほんまや。お肉これだけ、それにご飯がこんなにある。あ、いいこと考えた。ご飯をここにちょんちょんとして、ガーリックバターライス。入れるね。入れてあげようか。うん、入れて。いい、いい。いいよ。お前全部入れていい？え、全部なんか、誰が入れんの？ストップって言ってな。はい。ストップ、ストップ、ストップ。え？遅いて。遅いて。あ、ミルクも入れてあげよう。ミルクなんか入れませんから。なんでよ、アイスティーやろ？アイスティー。おいしいね。いやいや。まだ下に止まってんじゃん。いいんですよ。うまい。そう、ちょっと。あ、けど、この紅茶おいしい。この紅茶おいしい。ウーロン茶やこれ。ウーロン茶。
なんか味がするの。ちょっとおしゃれな紅茶みたいな感じしたやろ。ウーロン茶って言われへんかった、気づかなかった。でもほんま、ウーロン茶にガムシロップ入れたらほんまに全然いける。紅茶っぽくなる。ちょっとなんか香り高き、うん、そんなに甘くないよね、うん、あんだけガムシロップ入れたのに。それお茶やから。ごちそうさまでした。あー食べた食べた、食べましたよ。1100円ぐらいでこのねボリューム最高。お腹いっぱいもん。ご飯大盛りにしたの結構多かったで。ということで今日は GoPro だけで撮ってみたけどどうかな。結構ね店内暗いからねちょっといい感じには映ってなかったかもしれん。はい、ということでいかがだったでしょうか。でまだ僕あの編集も終わってないんで画質わかんないんですけど、ただ一つめちゃめちゃ困ったことがありました。今はもうそうなんですけど、これ見てください。フリーズするんですよ。これフリーズするといちいちケースから出してね、もう何のボタンも効かないんで、この裏側開けてね電池を抜いて挿してっていう作業がいます。これね、4回5回ぐらいになったっす。だからそれまでね取れてたかどうかすらもわからない。なんやこれはみたいな、やっぱあれかな、海外製やなみたいな、ね、ソニーでこんなのあったら僕ブチ入れるからね。しかもアプリとの連携がもう最悪。あのねなかなかねこの GoPro アプリと繋がらないんですよ。繋がったとしてもなんか時々切断されてくる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 みたいな。だからねあんまりねちょっと使ってみた感想は良くはない、良くはない、安定性がすごい悪いです。これ僕の答えだけ？いやけどねみんな言ってる、みんな言ってる、安定性が悪い。これなんでですかね。結構しかも熱持つんですよ、発熱が多い感じ。やっぱ暗いところやから ISO が上がってもしかしたら熱を持ってフリーズするんかもしれへんけど、ちょっとわかんないです。はい、ということでね、どんな絵になったか楽しみにしてください。あとやっぱりね紅茶美味しかった。紅茶マジ美味しかった。この紅茶めっちゃ美味しいって言ってたもんな。いやほんま作りたてみたいな感じがしたんですよ。香りがねいつも飲んでる紅茶と全然違うかったから、あこれが本格的な紅茶なのかなと思ったら、なんでか知らんけどあの後味が渋みみたいな、あれなんかウーロン茶みたいな、だからよく考えたらねウーロン茶頼んだんすわ。ほんまにあのねウーロン茶にガムシロップ入れたら紅茶の代わりになるから、みんなね、お客さん呼んで紅茶ちょっと出されへんなと思った時はウーロン茶にガムシロップ入れて出してくださいということで、本日もありがとうございました。マジ紅茶やったろ。紅茶やった、あんまり甘くない紅茶やろ。やっぱお茶やからな、砂糖入れても甘くならへんわ。この紅茶めっちゃ美味しいって言ってた。やかましいよ。